あみにこんにちは司法書士と行政書士。言葉は聞いたことがあるけどよく知らない。このような人も多いかと思います。今回は司法書士と行政書士の違いと私の感想を紹介します。司法書士と行政書士はどちらも国家資格で法律の専門家です。この2つを比較した表はこちらのようになります。 まず、司法書士と行政書士、それぞれについて、概要、業務内容、資格の種類、受験資格、報酬について見ていきます。概要、司法書士、法的な文書作成や、登記手続きなどの法的業務を主に担当。行政書士、行政手続きや、許認可、助成金の取得など、行政に関わる業務を主に担当。業務内容、 司法書士、登記、不動産登記、相続登記、会社設立登記、教託、裁判外紛争解決手続きの代理、青年後見人等の法律業務、行政書士、許認可申請、契約書を作成、遺言書を作成、法人団体の設立手続き等、資格の種類、司法書士、国家資格、行政書士、国家資格、 受験資格司法書士年齢20歳以上高等学校卒業程度以上の学力行政書士年齢20歳以上高等学校卒業程度以上の学力報酬司法書士基本的には法定報酬や料金体系があり一定の基準に基づいているが自由裁量の部分もある行政書士基本的には法定報酬や料金体系があり 一定の基準に基づいているが、自由裁量の部分もある。以上です。いかがでしたでしょうか。司法書士、行政書士、どちらも対象となる法律を詳しく理解しないとできない仕事です。司法書士は、登記が主な業務で、裁判所や法務局とのやり取りが多いのに対し、行政書士は、許認可の申請手続きが主な業務で、 行政機関、つまり役所などですね。こういうところとのやり取りが多いです。主要書士は難易度が高い試験で、合格率は四から五パーセントほどです。行政書士は主要書士より難易度が低いですが、難しい試験であることは変わりません。合格率は十パーセントぐらいです。ですので、これらの試験に合格するまで、時間がかかるので。地道に学び続けることが必要となる資格です。 今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。